ね、飼い主さんでどんなワンちゃんとも仲良くさせたいんですって言うけども、あの自分考えてみて、あのどんな人でも仲良くなってる？やっぱり好き嫌いあるでしょ、ね、八方美人になったら疲れるじゃない。だから犬も一緒なのよ、ね、性格っていうのもあるし好き嫌いもあるから、全ての犬と仲良くしようなんて考えずに、一頭か二頭親友がいればいいじゃない、ね、それなのに自分のエゴでさ、そういう風にやるのも良くないしね、それが危険を招いちゃうから、うん。だから俺なんかアズミに悪い虫がつかないようにね、あのしつこいやつには言う、子供だろうが飼い主だろうが、この一言を言うとね、間違いなく誰も言ってこなくなる。これお墨付き、魔法の言葉、この子噛むよ、この子噛むよ、この子噛むよ、うん。それを言うだけでね、ちっちゃい子であれば周りに自然と無料でアナウンスしてくれる。みんなこの犬噛むってよとかね、ママパパこの犬噛むってとかね、無料でアナウンスしてくれる。その瞬間に周りから全ての犬と全ての人がいなくなる。最高でしょ。これ魔法の言葉覚えておいてね。でね、みんなよくトレーナーなんか綺麗事を言うけどさ、そういう場面になったら犬を抱えて逃げてくださいとかね、回避、まあ、回避も同じか。でもね、そんな場合じゃないんだよね。そういう状況になったらパニックってるから、お互いパニックるからね。相手の犬だってこっちがね、騒いだら余計興奮するし、綺麗事じゃないんだよ。そうなったらね、俺だったら間違いなく蹴り飛ばすね。ああ襲ってきた犬、あれ綺麗事なんか嫌いだからさ。要はアズミだから、アズミが無事であれば全て OK だ。もっとね、極端なこと言っちゃえばね、犬は法律では物なのよ、ね、蹴り飛ばしたところって器物損壊だよ、ね、あこれは悪い方かもしれないけどね、これ事実だから、うん、訴えられたとしても器物損壊程度よ。それで自分の犬が守れるんだったらだよ。これ本音だよ。絶対に綺麗事じゃないから。襲ってきたワンちゃんも無事で、うちのワンちゃんも無事で、そんなこと綺麗事だから。自分の犬が傷ついたらそんなこと言ってらんないからね。傷つけた飼い主だって心から悪いとは思わねえんだから、その場しのぎだから、あすいませんねとかね、うん、気持ちなんかこもってねえから、その場が去っちゃえば、ああやっちゃったとかね言ってるから。だから綺麗事なんかいらない、自分の犬を守るためだったら。